なぜ犬が時々ピタッと止まる心理。痛みが走った。犬が時々ピタッと止まるのは体に痛みが走ったからやねん。よく電気が走るような痛みとか表現するやんな。ほんの一瞬やったんかもしれへんねん。痛みに驚いてピタッと動きを止め、まだ痛むのかどうかを確認してるとこやねん。そーっと動き出し、もう痛みがないことが確認できたらいつも通りに戻るねん。手足に痛みが残るときは地面につかないように上げて歩いたり、痛みが強かったら泣いたり、あなたにもわかるように表現するねん。強い痛みが続くときはケージやベッドで体を丸めるようにして眠り続けることもあるねん。脱臼や骨折などの可能性も考えられるし、関節炎やリウマチの症状である可能性も考えられるから、そんな時は動物病院へ連れて行ってあげてな。飼い主をからかいたい。犬が時々ピタッと止まるのは、あなたをからかいたいからやねん。あなたの目の前をダダダッと猛ダッシュした後、ピタッと止まり、またダダダッと猛ダッシュしてはピタッと止まる。これを何度も繰り返すのが特徴で、こんな走り方を犬走りって呼ぶことがあるねん。あなたをからかいたい気持ちと同時に、構ってほしい、追いかけてほしい、捕まえるふりをしてほしいなどの心理も含まれてるんやで。声や音をじっくり聞きたい。犬が時々ピタッと止まるのは、声や音をじっくり聞きたいからやねん。見知らぬ声や音に警戒してるとき、あなたが帰宅する声や音が聞こえたとき、お友達犬とその飼い主の声や足音が聞こえたときとかがあるねん。警戒してピタッと止まるときは、尻尾がやや下がり気味になるねん。不安、緊張、恐怖まで感じてるときは、尻尾がだらんと垂れ下がったり、足の間に巻き込んだりすることもあるねん。嬉しさや期待する気持ちが入り混じるときは、あっちを向いてピタッ、こっちを向いてピタッ、また違う方を見てピタッと止まるとか、せわしなく動き回るねん。声や音がする方を向こうとしてるんやで。虫が飛ぶ音がした。犬が時々ピタッと止まるのは、虫が飛ぶ音がしたからやねん。虫が羽をパタパタしてる時の音かな。プーンっていう小さな音が犬の耳の横を通り過ぎたんやで。人間の目には見えづらいほど小さな虫の、人間の耳には聞こえづらいほど小さな音を犬は聞き取ったんやで。まるで空気を食べるかのようにパクッと口を開ける仕草をすることもあるねん。虫を捕まえようとしてるんかもしれへんで。一休みしたい。犬が時々ピタッと止まるのは、一休みしたいからやで。お散歩の途中でピタッ、ボールを追いかけてる途中でピタッ、あなたとおもちゃを引っ張り合っている途中でピタッ、なんで今っていいタイミングでピタッと止まることがあるのは、息を整えたり興奮した気持ちを抑えたりするためなんやで。呼吸や感情を自分自身でしっかりコントロールすることができるってことなんやで。お断りしたい。犬が時々ピタッと止まるのは、お断りしたいからなんやで。お散歩に行くと聞かれてピタッ、ブラッシングって言葉を聞いてピタッ、抱っこするって聞かれてピタッと止まることがあるねん。いいえ、結構ですの言葉の代わりやねん。この時耳をピンと前に立てたり真後ろに倒したりすることがあるんやけど、お断りした後のあなたの反応に聞き耳を立ててるんやで。まとめ。痛みが走った。飼い主をからかいたい。声や音をじっくり聞きたい。虫が飛ぶ音がした。一休みしたい。お断りしたい。ピタッと止まるときはあなたに伝えたいことがあるときやから気持ちを察したってな。